まだ片栗があるんですよね。ほら片栗。はい、いつもご視聴ありがとうございます。本日は令和4年の5月の4日になりました。ゴールデンウィーク中ということでですね、今日ちょっと山の方に来てみたんですけども、いやーっていうことですね、雪なんですよ。めっちゃ雪残ってるんですよね。ちょっとびっくりしましたね。ちょっと上の方まで上がりすぎてきたんですけども、まあ今日はですね、ちょっとここの山の状況を見たくてですね、ちょっと山の方に来てみました。どうですゴールデンウィーク中皆さん撮ってますかね。山菜の方取れ高はどうでしょうかということなんですけど、今日はですねゼンマイの方の出具合調査なんかをですねちょっとやっていこうかななんていうふうに思ってます。さあゴールデンウィークということで、まずですねちょっと雪なので気をつけてちょっと行ってみたいななんて思います。それでは本日も最後までよろしくお願いいたします。ってきた感じなんですけど、まだ片栗があるんですよね。ほら片栗と、それからこれ岩だらも出始めてるということは結構ワンチャンありますね。ちょっと見る感じではそこの斜面にウドなんかも見えますね。ウドも顔を出してるようですね。おゼンマイあるな。ゼンマイもある。もしかしたらちょっとなんか上の方に登るとワンチャンあるのかななって思いますね。まず行ってみましょう。ちょっとこういった貴重なものも取っていきたいですね。よいしょ、ほらほら見えます、これウド。おっと危ね、今斜面なんでちょっと細いのでこれ取りませんけども、これ 1,2,3,4,5、ちょうど5つぐらい顔出してますね。ということはウドのワンちゃんも なんとなくなんですけどあるのかなと、いう感じですね。デロンデロンだな。くっしょ、あとここの急斜面見えますかね。向こうの急斜面のところちょっとゼンマイが出るポイントであるんですけど、今の状況だとちょっと細いですね。細いものは出始めてますね。やっぱりこんな感じ。はいゼンマイ、これがゼンマイです。これだとこれ横から見ると分かりますかね。この一番先に伸びてるものがこれ男ゼンマイ。ゼンマイはですね先に出てくるんですよね。でこれですね、赤ゼンマイなんか呼ばれるものこうもありますね。赤ゼンマイ、ゴゴミと一緒でですねちょっと赤っぽいゼンマイなんかもあるんですよね。よいしょ、あこれゼンマイもしかしたらなんかですね山菜の今年の出方がちょっとおかしいななんて、思ってることがあって、ゼンマイなんかだと例年通りっていうかちょっと早いんですよね。早いんですけども、よいしょ、おっすげえ、今年初だわ。これほらわかります、こんな風に。あーやばい、折れた、途中から折れてしまった。これ上から見るとちょっとアスパ、あと手が震えてますね。アルチューじゃないんですけど、これ上から見るとですねアスパラのように見えますよね。これ塩出と呼ばれる、これですね山のアスパラなんて呼ばれる塩出。おここにもありますね。おこれだとわりかし太い、ほら手がこれぐらい見えますかね。ちょうどですねこの先端の方がアスパラのように見えるの分かります。ほら ここの先端、これが塩出と呼ばれる笹。これすごい美味しいんですよ。ただ山形の場合ですと塩出がですね群生しないんですよね。新潟めっちゃ出てましたもんね。この前なんか動画見てびっくりしたんですけど、あんな塩出取れるとこ山形ないですね。ということで今沢へりをですね、どんどんと登っていこうと思うんですけども、中腹まで来ましたけどもですね、やはりこの辺に見えるものはほら花が咲いてるでしょ。これカタクリと呼ばれる山菜なんですけど、よいしょ、カタクリがあるっていうことはもう山菜の出だしですもんね。出だし、よいしょ。さてこの急斜面を登っていきたいと思うんですけども、おおいい長さの、いい長さっていうかすごいちょうどいいものありますね。ほら太さもちょうどいいゼンマイです。わかりますよね、これいろんな動画でやってますね。今盛りなんで、旬なんでゼンマイはですねいろんな動画に、YouTube 出てると思うんですけど、これは他の方にお任せします。はい、こんな風に何て言うんですかね、男ゼンマイと女ゼンマイに分かれてて、女ゼンマイを取るという、ことなんですけども、ちょっと取っていきますか。
結構ですね、なんか前回行った山はなんていうんですかね、前回行った山ですとちょっとあれなんですよね、前回早かったんですよね、なんですけどここの山ですとちょっとちょうどいいぐらい、今ですね東向きの方に来てますね。はい、よいしょ。あとですねチャンネル登録者数が8000人を、超えました。ありがとうございます。皆さんのおかげで8000人を超えることができました。ありがとうございます。実はですね、ここ最近、チャンネル登録をしたという方のために一つ、お話なんですけど、以前からですねチャンネル登録の方をしていただいている方はご存知の方がほとんどだと思うんですけど、なぜ島基地かというと、おーっと言うと、うちにはですね4匹の猫がいるんですよね実は。その猫の、おっと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 、猫の名前をですね全て取って島基地というふうにつけています。まずは島という猫と基地という猫と、それから空という猫、もう一つがですねちょっと昨年うちの方で保護しましたフーという猫が4匹います。オスとオスが3匹メスが1匹なんですよね。ここ最近猫が増えて、大変なんですけども、あとはもう増やさない予定ではいますけど、うわあっちにもあるわ。そんなですねちょっと猫の話ちょっとしていいですかね。島基地の島くんがですね最近あの喋るんですよ、ご飯をくれというふうに、ご飯というふうに、お話をするんですよね。すごくないですか。でこの前ちょっと実験したんですよ、検証。本当にご飯というと泣くのかっていう、例えばですねあの島の方がご飯と言ってきたら問いかけると本当にご飯と泣くのかっていう検証をちょっとやってみたんですよね。そしたら結構ですねなんかご飯と聞くと泣くんですけど、例えばそばとかですねチャーハンとかって聞くと泣かないんですよ。やっぱり猫もですねちょっとした人間の言葉がですねよっしゃわかるのかなと。いやちょっと滑る、今日さっき本当に通り雨でいきなり雨降ってきたんであれだったんですけど、そんなですねちょっとこの前その検証したですね動画ちょっと iPhone で撮ったんですけども、それちょっとご覧ください。こんな感じです。今ご飯そばしまご飯しまご飯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 山菜キノコ、ああだいぶ来たな。上にすごいでしょ、猫が喋るんですよ。チャーハンとかですねキノコとか山菜というワードには反応せず、ご飯というと反応する。すごいですよね。教えてないんですけど勝手に覚えたんですよね。で決まった時間にああいう風にご飯という風に、ご飯というワードをですね言うんですよね。すごいですよね。やっぱり今登ってきましたけど、そうですよね、下が小さかったんで上、ね、ああしゃあしゃあしゃあとまだこんなんですね。うるいはこの山、あとはゼンマイもオスが出たばっか手のものよいしょ。お滑る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 、めっちゃありますね。うるい、ああでもあえて太いのありますけど、ちょっと取ってみましょうか。よいしょ、滑るんですよ。そんな時はこのカッターで手を長くして、うわっと危ねえ危ねえ、いや滑る、めっちゃ滑りますね。焦りました今皆さん。よいしょよし、これ今切り取ったんで今、よいしょ、これ撮影してるんでしながらなんでいつも、よいしょ、はい、こんな感じですね今。すごいいいと思いません、ね、
つぼみの状態がですね結構一番いいんですよね。よいしょ。撮影しながらなんで結構大変なんですよ。実は簡単そうに見えて大変だという。よいしょ。この辺もでも細いな、太いのがない。向こうにあるか。よいしょ。おっと、おっと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 、こんな風にパキッと折れるんで。よいしょ。あ、上の方、うわーきついわー、ここ。うわ、ゼンマイもある。うわ、ゼンマイある。あー、なんだあれ、あっちの斜面にめっちゃあれ見えます、そこ。うわー、あれはいいなー。うわ、ゼンマイも。こういうところにですねやっぱりいいのが取れるんですよ、この誰も来ないところ、斜面。あっちゅう、あっちゅう。ほら、つぼみの状態いいですね。つぼみの状態の、うるいオーバーギボウシ塀になります。これもですねこのまま食べる方も いますけども、私の場合はですね、塩お湯に入れて、これをさっと10秒ほどお湯にくぐして、冷蔵庫で冷やしてから、マヨネーズだとか、そういったもので食べますっていうのがですね、若干、皮の部分にですねいくらかですけども、ほんの少しですねえぐみがあります。そのえぐみをですね取るために、私はですねさっと塩を入れたお湯で、ちょっと湯がくような感じ、ほら、言っと。おお、ちなみにこっから落ちたら一撃必殺、すごいでしょ。結構急斜面に今いますね。うわー、あ、うどある、やっぱりうどめっけ。取れねえなー、でもあそこのうどは取ってやりたいけど取れない。おお、この辺はですねちょうど葉っぱが丸まってる状態。いやー、こういうところにですね、あの島吉アイテムギュッとする、引っ掛けて取るやつ、あんな道具を持ち合わせるといいのかなと、思うんですけど。よいしょ、見えますかね、ちょっと揺れますよ皆さん、ちょっと揺れます。まずこんな感じ、ちょっと細くとも取れやすいところ取らないと、これはいや、向こうにですねめっちゃいいのあるんですけど、あっちまで行けないという。いやー、やっぱりなー、なんか今日ロープ持ってこようか迷ったんですよ実は。なんですけど今日は持ってこなかった。よいしょ、持ってこなかった。いやー、いいうるいばっかりあるなー向こう。いやー、ちょっと待って、あのゼンマイはいるな、いるいる、ゼンマイはいる。ちょっとゼンマイもですね、ちょっとまだ早いですねゼンマイ。オスはですね結構出始めてるのがたくさんあるので、もうあと1週間ぐらいにすると結構出てきますね。ほら、ゼンマイ、おほら、聞こえますこの音、パキパキという。いや、この辺もギリですね。よし、これはちょっと残して向こう行きましょう。よいしょ、見えますかね。よいしょ、ほら、ちょっと細いですけどこんな感じ。よいしょ、こんな風に掘って、ちょうどここにですね、ここほら、ずっと根元のここのところにもうですね分岐してる根っこがあるんですよね。そこからこれを入れて斜めに、おりゃあ、ちょう、こんな風に取る。はい、はい、うど、お、いいですね。この時期はやっぱりちょっと細いな、これは細い、ちょっと細い、これはどうだ。うどの煮物とかも美味しいですよね。よいしょ、はい、こんな感じですね。
この葉っぱの部分は天ぷら、そぎ落として天ぷら、美味しいですよ。これもこらだかだ、びっくりした。おーっていうか、カモシカでしたね。びっくりした。いや、クマかと思ったっけ。いや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 、たまにこう向かってくる時あるんですよね、あのカモシカも。でもクマよりもなんて言うんですかね、そんなに向かってこないという、多分あれ目見えないんでしょうね。いや、びっくりした。よし、ちょっと今あれしてみましょうか。そっちの方にちょっとですね、そっちの斜面の方にですね、ゼンマイがあったので少しちょっと取りながら行きたいんですけども、いや、急な斜面なのでちょっとあれですね。よいしょ、よいしょ。さて、いや、見事にオスばっかだね。あーっと、うわー、太い類ある。こんな苦労してですね、登ってきても収穫がないという時もあるんですけど、いい類がありましたので、それをですね取っていこうかと。ほら、いいでしょ。よいしょ、いっぱいありますね、ここ。よいしょ、これは太いな。はい、太いでしょ。これも太いな。この辺にちょっと全部取らないで、太いのばっかり、この細いの3本残していきます。ほら、葉っぱの開き具合も最高ですね。はい、今山下りました。ですね、今日はゼンマイのですね、ちょっと調査ということで、まあ山菜採りじゃなくですね、ちょっとゼンマイがどれくらい成長したかっていうのをちょっと見たかったので、山の方ですね、午前中じっくりですね、くるっと一周回ってきました。そんな中ですね、ゼンマイは男ゼンマイが先に出るんですよね。男と女がありまして、だいたい採取するのは女のゼンマイで、男のゼンマイがですね結構伸びてきたので、おそらくですね、あと1週間もしないうちにですね、山形県の場合ですけども、ゼンマイ取りのピークになるんじゃないかななんて思います。あと今日ちょっとですね、ゼンマイのですね、ちょっと見に行ったつもりが、小ゴミの群生に出会いまして、小ゴミ1袋 と、 あとウド、それからウレイちょっと取ってきました。それとですね、ちょっと私からの皆さんにお知らせといいますかですね、今ですね、山に入ってる方結構いらっしゃると思います。で、こんな風にですね、雪のある箇所で、今小ゴミを取ってるよなんて、いう方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うわけですけど、実はですね、これ雪をですね、ずっと漕いでいくと、結構山の上って雪もうすでにないんですよ。なのでもう山菜がですね、どん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 進んでます。実は下の方がまだ雪あるんだけども、上の方はですね、実は雪がないというような今年のパターンです。今年はですね、全国的に雪が多かったために、意外とですね、なんか山菜進んでないんじゃないかななんて思うんですけど、ここに来まして、4月の末に来ましてですね、どん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 山菜が進んでるような感じに思います。ですので、なるべくですね、まあ、自分のポイントといいますか、ありましたら車を置いてでもですね、昔はですね、雪を漕いでいくといい山菜が取れるなんて言ったものですけども、そんな感じですかね。なんかもう山の上の方というか、日当たりのいいところはですね、どん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 進んでます。今日はですね、ゼンマイの調査ということで、山をくるりと回ってきた感じですけども、5月に入りまして、もうですね、山菜の方がいろいろ出揃った感じだとは思うんですけども、皆さんもですね、ぜひ気をつけてですね、山歩きをしていただきたいなというふうに思います。本日もですね、長いご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。